あれは2019年1月のこと。和菓子屋星座、クラブ星座、ヤンゴンのシュエゴン台にオープン。2020年、その波はヤンマーを襲った。開かない空港、閉ざされた街、許されない飲食店営業、再開の見通しが立たない今、僕たちは更新を諦めた。再開が許されるその日まで。確かにストレス解消にはなりそう。絶対気持ちいいですよね。いいよ、話していいよ。仕事ない。仕事ない。ちょっと楽しそう。マジで。絶対気持ちいいよ、それ。